あくまで力による現状変更やその試みを許さず陸上自衛隊非常大演習場での日米訓練について 日米共同訓練について質問します2月16日から大分県の非重大演習場で陸上自衛隊と米海兵隊による共同訓練アイアンフ i スト2 3が行われました2月2日に演習場のある大分県楠町で行われた住民説明会ではオスプレイの安全性同一年度内に2回訓練を行うこと夜間の射撃時間の問題などの意見が寄せられたと聞きましたまた1月27日には九州防衛局から関係自治体に説明も行われました非重大の訓練は既に終わったとということで でございますけれども訓練がどのように行われたのか、住民への説明はどのように行われたのか、そして地元自治体と交わしてきた合意事項は守られたのか、まずはご説明をお願いします陸上自衛隊は本年2月16日から3月12日の間、米海兵隊との共同訓練、アイアンフィスト2 3を実施し、その中で2月16日から2月28日の間、非常大演習場において日米共同の着上陸訓練等を行いました。 着上陸訓練、日米共同での陸上戦闘訓練、戦闘射撃訓練、および陸自単独でのパラシュート降下訓練を実施いたしました。また訓練の内容については、あらかじめ関係自治体等に説明をしております。具体的には九州防衛局から本年1月27日に関係自治体に対し説明を実施し、また2月2日には、楠町において住民説明会を実施いたしました。先生ご懸念のののの地元自治体のごご守られれたたかとといいうところでございますけれども訓練の実施にあたっては非常 非常大演習場の使用に係る協定書の内容等、地元自治体との合意事項を遵守して、安全管理と行動規範の徹底に万全の措置を講じて実施をいたしました共同訓練に使われたオスプレイの飛行ルートとその理由をご説明ください本訓練において、陸上オスプレイは人員および物資等の、物資の輸送等のために、木更津駐屯地から高湯原分屯地を経由し、非重大演習場、徳之島およびその周辺空域を飛行いたしました。 米軍オスプレイについても、人員および物資等の輸送の等のために、 岩国飛行場を拠点とし、非重大演習場、徳之島およびその周辺空域を飛行いたしました。これ以上の詳細な飛行ルートについては、運用に関することであり、お答えできないことをご理解いただきたいと思います。なお、陸自オスプレイ、米軍オスプレイともに訓練の所要に基づき、その時々の気象や地域の実情を踏まえて、関係法令に基づき、最も適切なルートを選ぶこととしております。今回ののの訓練は非重大のほかにも山口県県岩国飛行場熊本県の 陸上自衛隊、高雄原分屯地、えー、鹿児島県の徳之島と機械島、沖縄県のキャンプ・ハンセン等でも行われると、防衛省は資料を提出をしていただきました。これほど広範囲にわたる訓練を行う理由は何か伺います今回のアイアンフィスト2 3は、日米共同での空中軌道を含む着上陸訓練や、着上陸を行った部隊による陸上戦闘訓練等を行うこととしていたところです。そのの上上でこれらの訓訓練練項目を実施するためにに陸上戦闘訓練に必要な一定の知識を有 する演習場 各種射撃訓練が可能な演習場、および訓練に使用する航空機を整備・駐機するための航空基盤などが必要であったことを踏まえ、今回ご説明している場所における訓練を実施したものでございますそもそもです、ね、私も大分県在住でありますけれども、20代での演習は、沖縄県の県道104号線越えの実弾射撃訓練の全国5カ所にです、ね、分散移転されたものでありまして、沖縄の負担軽減という観点からです、ね、地元としても、 やむなく受け入れていいるというものであります、まあ、しかし現在の状況を見ますと本来の訓練移転の趣旨から逸脱しているではないかとあるいは沖縄でもやっていなかった新たな訓練が行われているではないかとまた日米共同の着上陸訓練、えー、火力誘導訓練戦闘射撃訓練など誰の要請で何の目的で行うのかという、まあ、地元ではそういう懸念が広がっているわけでありますけれどもその点についての 沖縄県道104号線越え、実弾射撃訓練については、沖縄県の負担軽減を図るため、非重大演習場を含む演習場において分散実施しているところであり、非重大演習場においては、令和4年4月に実弾射撃訓練を実施いたしました。 アイアンフィスト23については、厳しい安全保障環境を踏まえ、陸上自衛隊の水陸両用作戦に必要な着上陸や火力誘導、戦闘射撃等の戦術技量の向上や、日米の総合運用性の向上を図ることが極めて重要であることから、米側と調整の上、防衛省、自衛隊が主体的に判断し、実施したものでございます。私も、まあ、地元で、この非重大のです、ねえー、演習場の訓練については、関わってまいりました。 で大分県と関係。 市長、皆さんとも連絡を取りながらやってきまして、あくまでも大分県も3市長も、やっぱりこの演習はやめてもらいたいと、縮小をしていただきたいという基本的な考え方でございます、それからあの演習をする連絡も非常に遅いということも指摘をされてお,おりますので、まあ、そういう考え方だけはですね今日申し上げておきたいと思います。こここれからも早いいい時期にのの通知をしていただいてそしてててただそ演習 受ける演習ができるだけ少なくなるように、えー、縮小に向けてですね、えー、ご努力をいただきたいとそのことを改めて強く申し上げたいと思います次にですね大分県青森県への大型弾薬庫新設について質問をいたしますまあ、報道によりますと政府は2023年度に大分県の陸上自衛隊大分分屯地 <laughs> 青森県の海上自衛隊大港地方総監部にそれぞれ2頭ずつ新たな弾薬庫を申請するとされています今後全国の他の地域にも同様の施設を作っていくことも検討しているようでありますけれども全国最終的には10年後130箇所ですかというふうに報じられたあのこの前の質疑でもありましたけれども今回なぜ大分県と青森県の2箇所になったのか伺います国家防衛戦略等において 自衛隊の十分な形成能力の確保維持を図る必要があることから、必要十分な弾薬を早急に保有することというふうにしております。このため、弾薬の取得量に見合う火薬庫の確保を進めることとしておりまして、令和5年度予算案では、陸上自衛隊大分分屯地や海上自衛隊大湊地方総幹部における火薬庫等の新設にかかる経費等を計上しております。両施設は、部隊運営上の利便性、自衛隊用地内での地籍の有無。 保安距離の確保の可否等を総合的に勘案した結果整備を行うことといたしましたあのこの大型弾薬庫にミサイル弾薬があるとなればもし有事の場合は攻撃対象になりかねません周辺住民は安全性を危惧していますけれども安全対策と住民への説明は

低下させていくことというふうに考えておりますまた火薬庫の設置にあたっては火薬類取締法等の関係法令に基づき十分な保安距離を確保し適切に整備を行ってまいりたいというふうに思いますそしてまた住民の皆様にも様々な形で情報提供させていただきたいと思っておりますこの大型弾薬庫の設置はいわゆるあの防衛三分書の見直し日本の防衛政策の大幅な転換これに基づいたものでございます今審議されております来年度予算において でも、全体が6%の伸びである中で、防衛費は26%の伸びと、ゆくゆくは、ですね、えー、もうこれ、防衛三文書にも盛り込まれておりますけれども、GDP の2%、11兆円まで防衛費を増やしていくと、防衛費、11兆円というと、ご案内の通り、アメリカが100兆円、中国が30兆円、世界で3番目の防衛費、軍事費、防衛大国。 になってしままうわけでありますその一環の中での今回の弾薬を設置ということでありまして、基本的にそのことについては、昨年の臨時国会が終わった後に閣議決定されたという閣議決定そのもののですね、あり方についても疑問を提出ざるを得ませんけれども、いずれにしてもこの大分の分屯地、私も近くを寄っておりますけれども、周りはもう住宅団地です。で今回のの報道があって地元の皆さんも大変 あの心配をしております。まあ基本的にこの元となる今回の防衛三文書、防衛政策の見直しそのものが問題であるということと合わせてですね、地域住民の皆さんの不安を解消するためにしっかり努力をしていただくいただきたいということを申し上げまして、私の質問を終わります。国会中継のまとめ動画を投稿しています。ぜひチャンネル登録をお願いいたします。